国立中山大学は台湾高雄市鈴山幕連回路70号に本部を置く台湾の国立大学である。1980年に設置された。大学の略称は、自じ地元では最古案の愛称で親しまれている。台湾総合大学システム及び台湾 EU センター7大学連盟の一校。 大学本部胸理学部国立中山大学は1980年に設立された国立総合大学され、指定国立研究大学7校の一つ、世界有数の海沿いの大学として知られ、また東アジアの主要な開事教育機関とビジネススクールの一つ。2030年にはすべての授業が英語で開講される大学になる。間学連携の伝統があり、 強力な寛解及び在会関係で有名。現役教員が官僚、シンクタンクの経験者になる人が多く、大学には政府系、シンクタンクの機能がある。現在では六学部、約60の研究家、約70の研究所を要している、全国トップレベルを誇るキャンパスがあり、大学院修了者が多くの公務員、政治家、CEO のほか 20数人の国会議員を輩出している。時数は台湾の大阪と呼ばれる最大港湾都市高尾市にあり、海洋と商業を重視する学風によって、大学生が水泳を必修化している。台湾発の海洋科学部の発祥の地であるだけでなく、台湾で唯一キャンパス内で水上運動ができる大阪大学とよっと定期船関係を結んでいる大学です。また、 学風に近いの海沿いの大学、米カリフォルニア大学サンディエゴ校とは特な、島移行関係を決断、樹州と、ユーシアスド合同シンポジウムは2015年以降、毎年高オとラホヤで交互に開催されている。米国在台湾協会は2021年6月の公式声明で、この大学は台湾の一流高等教育機関であり、米国と台湾の関係を促進する上で、 AIT の最も堅実なパートナーです。すべての中山大学は国家主義教育に基づいて当初採択されたが、現在、海洋学及び物理学を特徴とする教育学、英文学、経済学、電気工学等々も台湾で上位に入ると、数学研究分野が群を抜いて強いが、また国際認証を獲得している。 21世紀以来も国際化を重視して台湾で最初に博士号を取得した中国人留学生とブルキナファソ人留学生は時数の中国及びアジア太平洋研究科の修了生だった。主要な世界大学ランキングに基づくと時数は頻繁に台湾の160の大学の中でトップ10にランクされている。2022年の QS 世界大学ランキングでは世界で412位、アジアで73位、台湾で総合8位にランクされ2021年のタイムズハイアーエデュケーションでは世界で801-1000位、アジアで172位、台湾で総合10位にランクされている。エンバコースは2017年のフィナンシャルタイムズによって時数は台湾で 唯一の世界トップ100に選ばれた。また、2019年のエドウナバーセル世界、トップビジネススクールの一つにランクされ、強い分野ランキング組織は、学部のもとに研究センター、大学院研究科、学科で構成されている。中国語版の正確なリストを参照のこと。海洋科学学部の胸海洋科学学部の胸、中小規模にもかかわらず、字数は、 常に優れた研究力を持つ。アジアパシフィックオーシャンリサーチセンターは世界的な黒潮研究センターであり、世界中で最も高度な海流発電技術を保有している。また、エレクトロニックコマースンインターネットソサエティリサーチセンターは欧州委員会の第7回フレームワークプログラム SSH-NCP のために選ばれた。 台湾の唯一の社会科学研究センター。2017年現在、時数には68の研究センターがあり、最も重要な主要センターを含む以下のものがある、西湾学院の旨、博学、新聞、新士、名弁、特攻キャンパスの台湾である台湾発景の位置、高尾港と軍事基地の横に位置し、自然豊かな世界で屈指の野生動物の生息地、 海岸と山に囲まれたの天然要塞の地形のキャンパスを要する台湾一のキャンパスとも言われている。環境特性は山岳生態系、海洋生態系、珊瑚礁の地質を含め、キャンパスのビルの他に海水浴場、埋め立てで造成されたスタジアム、サイコ古ン水道と日本統治時代から残っている歴史的な場所もある。キャンパスは繁華街に近いが、 騒音から遠く離れており、外につながる道路は4つしかなく、すべての車線が山と海に近い。時数の教員と学生は、野生動物と昼夜を問わず生活して、多くの台湾猿、オウム、パラスリスとキョンがいる。しかしながら、猿が食べ物を奪い、寮や教室に侵入する事態がほぼ毎日のように、起こる。ちなみに、大学海域は絶滅危惧種のパリシアンソス。 キーシャネンシスに生息し、その数は、わずか約50体。キャンパスビルディングと、サイコワン海水浴場をアクセス、サイコワン駅が近く、サイコワンキャンパスから、サイコワン水道経由で、市府10分。日本統治時代の史跡93館、皇太子中筆のところ、ことぶき山館、写真1923年4月21日から22日まで、ひろひと交代支殿下が、 高尾港に渡って、金剛丸を視察した。この時は、東宮行刑で、皇太子殿下新築の沢山品館に宿泊した。4月29日の皇太子殿下の誕生日を祝うため、台湾総督の殿賢次郎のはホテルを、ことぶき山館と改名し、その由来は、陣、山並久氏による。中華民国が台湾に接収された後、ことぶき山は、 軍事完成区となり、その後ことぶき山間は解体された。跡地は今は、ん数の教職員領区となっている。九十三道1928年10月に完工し、当時の最高安海水浴場と高尾市の繁華街を結ぶ十三道と呼ばれる。今は、呪数と公明性を結んでいる。旧高尾間交換1937年、大日本帝国海軍は、 サイコ湾に2階建ての和洋折衷の建物、高岡交換を建設した。中華民国は台湾を接収した後、小海石総統業館の一つとなった。小海石総統と装備霊夫人は南下するたびに必ずこの館に宿泊した。1980年に大学側に移管され、1999年には別名、西湾芸老を与え、2004年には 高尾指定古籍に指定された。国立中山大学東佐鑑賞研究ステーションの所在地。社東便第6代中華民国副総統陳菊元監察委員長、元台湾高尾市長、添義美前元台湾立法院委員長、元内政部部長恩次数は2019年11月に重大な情報セキュリティ事件を起こした。 中国からの海外のハッカーが長期的にクロスサイトスクリプティングを使用して、ん数の社会科学部と海洋科学部の85人の教員の電子メールボックスをモニターするために侵入していた。主な被害者が政府系シンクタンクであるので侵入は国家安全保障を害する可能性がある。ん数すいは広島取り連盟が長期にわたって失勢している台湾の最も 新日的な都市高雄市にあり、台湾で唯一、大新日課の離島輝元総統にちなんで名付けられた大学研究センターがある。また、南台湾で唯一日本政府が協力して設置した日本研究センターがある。さらに、キャンパス内に日本統治時代の史跡もある。長年、日本人教職員を招いて授業を行ったり、 日本人のノーベル賞受賞者を招いての講演をしたりした。博士家庭修了者の中には日本の大学で教鞭をとっている者も,もいる。現在、自数と姉妹交換関係を結んでいる日本大学は以下の通り国立中山大学ヨット部2017年から国立中山大学ヨット部と大阪大学ヨット部はヨット定期戦を開始した。両者は日本、 台湾の大学ヨット部で共に競合と呼ばれている。これも、両国のヨットスポーツ交流の第一例となる。将来、日数は、半大、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、メルボルン大学などの世界名門校とのセーリング競技を企画推進している。台湾コンプリヘンシブユニバーシティシステム、ありがとうございます。